ボロディムイル・オフル・イーズコは、ウクライナの外交官、政治家である。2007年から外相を務めるが、最高議会による、解任動議が可決され2009年3月に、退任する。2007年、大統領提案により、外相に就任。2008年3月24日から26日に、かけて訪日し、第2回の日、ウクライナ協力委員会を開催。 当時の河村正彦外相と会談後、共同声明を発表している。新欧米派のビクトル・ユシチェンコ大統領に近い人物だった。国会会議をめぐるリンゴクルーマニアとの領有紛争では国際法廷で敗訴したとして批判を招いていた。新ロ派の地域党とウクライナ共産党から外相解任を求める動議が提出されると、これに有利や、 ティモシェンコ首相率いるティモシェンコブロックの一部が合流2009年3月3日に解任が決議された。ティモシェンコ首相はこの件に関してこのような危機的状況になかったら彼はもっと早くに解任されていただろうとコメント。一方のユシチェンコ大統領はタイミングも悪く正当性のない解任だとオフルイーズ子外相を擁護する姿勢を見せた。 ありがとうございます。